最終順位でバタバタバタっとテンパイマークがつきましたねチカ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 しましたね、はい、京卓2000点のまま曲がもう1曲やりますね。何の2曲の日本馬京卓2000点ドラがいいそうです。お、いいんじゃないですか竹内。右は良かったんですね。そうですね、まあまあまっすぐやりましょうこれは、はい、親なんで浅い。あ、初統一はこれちょっと仕掛けていきましょうか、はい、これは仕掛けが見れると思います。初はポンですね、うん、太田はこちらピンズが多めではありますが他の色の両面もある。うん、お、また6、7、8だ。3曲連続。まだね1回も成就してないですから。そうですよ、はい、なんだろう今の曲なんて6、7、8のテンパイにもなってないですからねそうでしたね。あ、中連の4シャンテンですね。中連、私生中連みたいですね。生中連みたいですよね、うん、いや僕も生中連みたいな。これ9ピン引けそうですね。あ、でも E ピンはもうないんだ。 E ピンでローンすればいいですね。そうですね、そういうことですね。村上単葉に寄せていくか。イーソーはドラです。うん、切っていく。そうですね、今 E ピン切るかもちょっと考えたと思いますね。単葉だけ確定させておいてドラが重なったら、まあ多分 1,2 順のうちにどちらにせよ切ることになると思うんですけどっていうルートを残すかどうかで考えたと思います。唯一の両面の部分が膨らみました。竹内このローソーどうするか。目いっぱいに持ちました。そうですね、数が出ないですねなかなか。そうですね、浅井は仕掛けたいところですもんね、はい、うん、いやそうですね。お、太田これはちょっと、お、やっぱりピンズに意識いってますね太田は。わあ、これどうするんだろう。パーソーが2見え、はい、ローソーかな。あ、ピンズ切っていくことにしましたね。ピンズが高いと。確かにそうなんです、はい、みんなピンズを集めてるんですよね。あ、ただチーピンだけ抜けてましたね。本当だ、チーピンチーピンヤマヨンじゃないですかそんなことあります。そんなことあります。もう出しかけます。 E ピンのポンから打点のある仕掛け、はい、あれチーマンで止まってる竹内泣くか。カンチーマンありますね。2000点取られたくない。はい、あります。俺だって行きたい。前に出ます。カンチーマン落ち、うん、ローピンだけ打っとく作戦もありますが、まあ言いそうかな泣いたら。あ、ローピンだけ打っとく作戦だ。これはですね急走を引いた時には間髪走にできるんですよね、うんうん、1通がありますか。はい、で、数走を切られた時も数値層で泣けばいい層切れるので4、5、6で泣く。そうですね、うんうん、はい、ちょっとパーソー3枚切れになっちゃったのが気になります、ね、これはいい層になりますかね、はい、パーソー3枚切れは、お、テンパイ崩さずつもぎた安全度だ。いい層がみんなに通るんですね、うんうんうん、うわ、どんどん想像が切られていく。想像バタ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 切られてますよ。ローソーチーしますか。本当に、うん、缶ローソーでチーってことですか、はい、缶ローソーでチーしてシャンポン待ち。そうですね、取れますね。数万1枚だけのシャンポンです。はい、取れますか。ローソー4枚目竹内どうする。さすがになと。そうですね、うわ、あ、ここも取らない。まだ取らない。両万残しとけば今シャンポン転廃でしたけど、でもね安全度でイーソー残してるんで。そうか、そうですよね、はい、安全度でドラ残すことあんまないですけどね、うん、初は浅井が泣きたい牌でしたね、うんうんうん、あ、これは残しましょう。上の伸びもある、はい、これはあれあれ白も重ねた。白はなんかピンズでやり合うことになると竹内にチャンス生まれますね。被ってる本一は大体成就しないので、
竹内はそれを見越してローピンパーピン払っていったんですもんね。そうですよね、そうそう鋭かったですよね。でチーマンチーも面白かったですね。はい、こういうのねでも意外と後で聞くと、うん、いやーチーマンチーしちゃったんですよねっつって、ついちゃったんですよね、そうチーしたらもうなんか切る方に残ったんすよっつってっていうのよく言ってますね。ニヤニヤしながら、ね、はい、ニヤニヤしながらアキビボーダー、おたイーピンのポンに続いてキューピンのポンです。これで陳逸のイーシャンテン、お泣き中連みたいな本当ですねそしてチーピンがやってきた、これションパイのチーピン、1枚目のチーピンですね。あーチーピン残した、うん。そっかそっか、これは、はい、太田っていうのもあるし、でもそれよりはどちらかというと浅井に泣かれたくなかったのもありそうですね。あとはもう順目が、まあ、上がれなさそうな順目になってきたので、はい、もう離局転廃でもいいかなと。そうするともうあと何順か5順ぐらいでチーピンにくっつけてちょうど転廃取ったら、ちょうどピンズ切らずに転廃組めるかなみたいな。確かに、なるほど、はい、なるほど、ありますね、そういうのはありそうですね。そして単用のイーシャンテンに取ることができる村上、うん、難しいですね。確かにね、これはでも選べないと思います、うん、これはなんかパーワン切っとくとかもあるんですけど、チーマン2枚切れですからね。そうですね、なんですけどリャンウソーもそんなにいいかっていうとね、いいかどうかはようわからんので、チーマン泣くか、チーテン取りましょうか。これは3枚目のチーマン、はい、これは取りましょう。村上仕掛けてテンパイを取ります。チーピン待ち、うん、チーピンが3枚残ってるんですよね。3層切った回がありましたね、チーマンチーで。そうですね、スーピンも山に1枚残り、お、売り点ですけどテンパイは組みますか。チーソーゼロ、いやダメか、ダメだ、じゃあ今通った数案だ、いやそれかリャンソー3層とかもありますねはい、リャンソー3層は結構ありそうだな。想像にメンツにしてピンズにくっつけて復活、はい、そうですね。あでも数案もっと安全な方に行きましたね、はい、はい、チーピン山にたくさん残ってます。村上そんなに残ってるとはね本人は思ってないですねピンズとピンズがいるから1枚いたらラッキーだなぐらい、はい、そうですね。そんなの4枚残ってますチーピンすごくないですか、この馬券で4枚残ってるのまさかですよ。お、嘘で止まっている。だからちょうどやっぱ流局した時にチーピンにくっつけていたいってことですね。うーん、はい、面白い。なのでやるならチーかな、チーかポンか、まあでもどっちもそんな変わんなかったですかねこれは、うんうん、はい、どちらにしろチーピンくっつけ本命なんで、竹内泣いてイーシャンテン、はい、抑えでイースチーソーチーかウッパッソーチーかっていうので考えましたね。浅井が仕掛けます、ハクのポン、本一のイーシャンテン、浅井もチーピンが欲しい。そうですねどこに行くかですけど、パーピン押せるか、切りましょうか。親の竹内には太田はまだピンズが余ってはいません。そうなんですよ、しかもね2枚切れになったなんとかなんですよね、確か最後手出しされたのが、うんうんうん、なのでまだいけますが、果たしてこの行った後に泣かれて自分のスッチーピンがどれだけ上がれんねんっていうのが多分あるんですけど、はい、自信ないんですもんね。そうですね、そんなに自信はないはずです、はい、自信持って村上さん、4枚いますから自信持って強くいきましょう。おー、すごい、すごいあ、これチーピン引いちゃうじゃないですか。あ、そっか、はい、チーピン引いたら上がれるんですよ、山さんなんですもんね、はい、これ K 点じゃないんですよ、なんて。待って、これ竹内上がったらすごすぎませんか面白い手順でしたね、これは。上がったら面白い、面白い手順だった。チーピン3枚、うん、怖い。リアンパソにすることもできる、ウーソーポンしていますが、
でもチーピンは切り切れないという判断、ね、そうですね。で、これね、配定とかを今考えてると思いますね。あ、なるほど、はい、うんうん、ただ自分が配定手番じゃなかったので、配定は太田ですか。天杯入った浅井缶チーピン、チーピンで3人上がれる。あれ、そうですね、相手は太田ですね。相手は太田のはずです、はい、うん、竹内はチーピン短期、浅井は缶チーピン、村上はスッチーピン。チーピンの取り合いじゃないですか。太田はチーピンが入れば天杯。うわ、これ切れる、うん、切れます。いやちょっと待って、太田はまだ、太田は分かんないですもんね、ずっとつまぎりで。ローピンなら1人か、ローピンなら竹内1人だ。ローピンは竹内の現物、多分ね、ランピンを切るはないと思います。あ、そうですか、はい、いや切らないか、これ数層だな多分。天杯を逃す形になりますが、はい、ただ、ね、もう一回つもあるんで、くっつけて天杯を目指すと思いますけど、はいはい、もう苦渋の決断。天杯が消えた、はい、天杯マーク消えましたね、はい、これで竹内と浅井の二人天杯、チーピンいるぞ、うん、染まれない。これで竹内は天杯確定、浅井もチーピンがいるけどいない、はい、浅井も天杯引けるか、チーピンいる、チーピン引いた、天杯復活、復活、チーピンは、チーピンは、あ、ここにはいなかった。うん、チーピンが主役の一曲でした。そうですね、はい、何の二曲の日本馬は、ま、太田の一人脳天、まただ、太田の一人脳天2曲連続ですよ。これ結構差開いたんじゃないですか。そしたら8点開くってことですね、2曲だと。麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。リーチ。